で、人魚の方のちょっとイベントやりながら忍者だな。忍者も人権あんのかな？ないのかな？陰陽師。陰術か。サラマンダーあのままだと陰術がどうなんだ？こういう不思議な。誰をメンバー選考にしたい？いや、大丈夫。武道家は一応忍者来るまでのつなぎとして部下として置かなきゃダメだな。風の術をどうしよう。ここにこいつ使うかな。マジで分かった。やはり予想通りの結果、風の術をあげるか。フリーイメージがいるか。でもな、回復役がいなくなるか。あえてこれにする。でもな、そうすると固定の技が、暴力者が低いだろうな。どっちかって言うと、だよな。部下だよな。どっちかって言うと。部下だよな。待って。ああ、あれか。地上戦艦。それとも出してもいいのかな、地上戦艦。出したらまたなんかイベントがあだこうだになってめんどくさそうだなとかと思ったけど。あれ直せば。今日せんか。これで。これだ。これで俺が仲間になったことで天の剣ができてるはずだぜ。こういうのも全部さ、作っとかなきゃいけないんだよ、こんな。すげえ金かかるけど、頑張ってレベル上げしながら金貯めた方がいいんだよ。ギャラクシー、まだ。ギャラクシー30いくら。30超えだ。天の術もできるようになったぞ。よし、皇帝は風に出すかな。風に生まれ変わるかな。風皇帝になったらダメなんだろうか。では風になるか。ダメだ。どうせしっぽいつらは、こいつら風が使えることが判明した。資源とフリーイメージを使って術を覚えさせて、そして武装小戦団と武道家は入るんだよな。ぶっちゃけやるという意味はな、ぶっちゃけ残念だけどな。ああ、これ毎回になる。うわっ、押しちゃった。どうしよう。これ、仲間になんねえの？おい。余計なことやっちゃった。やばいぞ。仲間がいないぞ。一旦脱げれば、さっきセーブしたからもう一回やり直そう。めんどくさいけど。やっていいのか、悪いのか。僕も戦わなきゃいけないの？うん、めんどくさい。以上。
セーブしたから。よかった。危ない、危ない。ああ、面倒。環境設定、セーブしてよかったぜ。勘弁だぜ、もう一回、あの、偉い目に遭うのは。マジで勘弁だ。多分、やらなきゃいけないことは決まっている。これをやっていない。勘弁。偉いことになる。イベントこなしてないと。で、メンバーどうしような。体験か剣の技ボディオーダー術もあるしな。普通にそれともまたもや体験もあれもこれも使いたいバージョン。武装小戦団皇帝じゃないな。怖いな。斧使わねえな。強制的に斧使わなきゃいけないって言ってるんですね。部下なんだよな。アマゾネス皇帝。困ったら。エンディアの。困ったら。うん。141。これマックスか。固定が 140? いやー、時間かかる。こういうチェンジだけで時間かかるっていう。あ、いろいろやることができたからよかった。あんまりイベントが進まないように。ちょっとね、メンバーを決めたいと思ってるうちに時間かかっちゃうっていうね、まいつ。一応、このままで、何バレんの気のめされてくる。いやー、戦わずして100万貯まりそう。逃げても負けても2万入んのよ。孔明と軍師と、あ、こんばんは。今ちょっと2やってましたね。今ちょっとあの人を選んでましたね。大学を作ってメンバー選考するんだけど、とかいろいろあったんです。南ロギット行かなきゃいけないとか、なんかいろいろあるんですよね。忍者を仲間にしようとか、いろいろこう自分なりの課題があるっていう感じです。ユータツ。あ !158! 高い高い。術のあれが高い。軍師ってあれ、三国志も何枚になってるのかこれ。ありがたい。100。ただ、できたら、便利なやつなんだよな。便利なアタッカーがいいんだろうな。俺が調整できる。何でもできる。うん。軍師で800も体力あるってすごいわ。驚異的だわ。こんばんは、本当にね。頑張ってやってるけど、こう メンバー選考で時間かかるっていう。好きなの出ないからね。誰でもいいんだけどねって言えばこれになるの。魔法使えない感じ。これ使うとコンボイなんだよな。体力820か。あれが変わるわけじゃねえしな。まあ、ムーンフェンスって俺作ったっけ？あ！多分俺陣形作ってなかったわ。あ、よかったよかった。よかった。さっきおそらくやってなかったぞ。ムーンフェンス。うん。やった気がしねえぞ、俺今。セーブしよう、これやって。ラッキー、ラッキー。ついてよかった。最後の得。多分これ言ってないぞ。ほら。この世代は、防具の育成もそうだし、
術の方もそうだし、次の世代に備えてやっていかなければならないことがたくさんあるな。消えたら嫌だから。よし。うん、2は名作だね、本当に。名作中の名作で、本当に。本当、嫌だな、昔。は。それで、もうやっぱり昔のあれだから細かいところはやっぱり忘れてたから、ちょいイベントを、年代ジャンプしないイベントはちょいこなしてた方が良かったんだな。こういうすこまめなイベントは。体験使える人置くか。ああ、ガマ皇帝にするな、俺自身。あるか。皇帝自体が弱いけど。皇帝自体のコンボが。ただ、いろんなことやるとコンボのレベルが上がんないって弱点があるんだけど、唯一の。決まんねえ、このままだと。ガマ皇帝でいい。ラビットストリームあるよね。よし、人増えたぜ。あなた味ってね。体験をやるやついねえな。いやー、理想系は、でもこれじゃないと体験、またあいつ？もう飽きたんだけど、もう。ホーリーオーダー皇帝やって、ホーリーオーダー。威力ねえよな、体験。剣は誰も覚えてもらうか。それとも。やっぱり、体験は、やつ。もう。としてはとりあえず置いとこう。ホーリーオーダー皇帝。ホーリーオーダーじゃねえな。男の方がいいのかな、体験。はあ、アマゾネス、弓と槍だもんな、やっぱりな。俺が、この使うの？俺が体験使った方が精神衛生上いいよな。よし。あ、でもな、男の皇帝じゃないとあそこ解決しねえじゃん。ダメだダメだ、男の皇帝だ。よし、剣にしよう。体験技じゃなくて剣にしよう。今回は剣を覚えてもらおう。ただ威力弱えかな、この人。威力弱えのかな。問題はそれだけ。心配なのはただ一つ、それだけ。でも腕力21あるんだから、カールよりも腕力あるんだけど、ゲオルグだから腕力あるのが。それはそれで OK だ。時の雑魚敵が強くなって、本当に武器とあの防具が合ってないっていうので、もうね、泣きたくなってくるっていう。よし、あ、危ない危ない、もういいんだ。方面がいるからもういいんだ。そういうのはもうちょっとあれなんだ。方面が来る前であればもう完全にあれだな。そして、もちの論でセーブしないと、非常戦艦の方に行っちゃうわ。行ってもいいならわかるけど、年代ジャンプしたらどうなんだろう、その辺。謎なんだけど。よし。よし。
もはや目を固定ともに言う。おい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 、なんでマグノリアの方が高いの？これもうめまいすんだけど。なんで黄金の方が低いんだろう。悲しみだ。悲しみすぎて。あれ間違って買っちゃった。いや、一応何個ヒットかわからないが、こっちも必要だはず。あれ金かかんねえのこれ。大手の領地で買ってるからなのか知らんが、ならば可能性。いや、あのかもしんないけど、あれはかかんないのか。盾とかも本当に、重い鎧も軽い鎧も本当最高のマックスにしないといけないと思うんだが、やはり回り道をしないといけないな。これは回避をしたいから。これは回避をしたいから。重くなってもとりあえず今はモンスターの激しい攻撃に耐えうる力がなければいけない。バームスレイヤー、ダンブラッシャー、カタドア、バイキングアクスを取り損ねた男、後から聞いた。強化服ってどこで売ってんだろう。重たくなるのは分かっているよ。とりあえず遅くなっても、あの超強力な軍団の攻撃をなんとか見ればな。受けたいのは山々だが、とりあえずはあの超強力攻撃陣を。うどんいだな。うどんいのはまず、ああ。ここないっす。あれっす。出てやん。
コンボズラ持たないんだ、この人。まあ、使わないけどさ。マグノリアも。エオル・ミズか。相当良かったっす。36じゃん。それだけ。上じゃあ、思ってよりも上だ。よし、武器。R も武器つけなくていい。考えなくていいっていうのが一番いいなぁ。単位なた。単位なた。ああ。ただ作っとけばよかったなぁ。あ、使えますよ、布団シャワー。使えますよ、布団シャワー。うん。うん、使えます、使えます。布団シャワー。うん、さっきの布団シャワーでなんとかしのぎましたね。やばかったから。で、フォーマグノリアは、炎の壁とか使って、火と、あれのレベル上げながら、やばい時には布団シャワーさ。さっきなんとかしのぎましたね。危なかったです、全体。使えます、使えます。全部のあの能力を上げるために、基本ダンジョンとかは節約のために、ファイヤーボールとか使ってるけど、もう、封印を解いたらもう、ストーンシャワーさ。じゃないともう、あれなんで、使えます、ほんと、全体攻撃に助かる。弱っ。もう斧もこんな時代、弓もこんな時代があったわ。斧のあれがあったら作っときたいけどな。金をまず手に入れてからの方が効率いいな。こうでも作ってもさほど変わるわけじゃねえか。斧あったら作るか。弱っ。いいか。めまいするわ。三日月棚もいい。どうせビオルが覚えるだろう。槍もビオルに覚えさせる。担当はこれは体術。あ、体術じゃねえわ。バスターソードってなんだ。何型だよな。やるよ。でも人のシャワーね、結構いいね。で、マーメイドの上に技を乗せた。これで一応具体的な50くらいの分。強化服は開発した気がするけど、強化服って開発したかな。俺開発した気がするんだけどね。強化服1個しかないんだけど、どっかで市販で売られてんじゃないかな。強化服どこで売ってんだろう。強化服行ってみるか。技のいいのはね、ぶっちゃけいらないっていう、ゴーコールと、これはいらないっていう、最高あれがあるな。ハル先生はね、さすがに覚えさせなければいけない。節約術の、とかね、
節約術もない。覚えとかなきゃな。あと何ですか。僕スピリットラの上だもん。カッポエラ。マシンガンジャブなの。カッポエラとマシンガンジャブ。いつか覚えていたよ。覚えるの？じゃあ。普段とかいいわ。なんか覚えんのかな。マシンガンジャブ。そして問題が、二人がめんどくせんだよな、ゲオルムと。待ってろよ。この辺考えなきゃいけないっていうのは。もう、あ、こいつ。三人内考えればいいっていうのが楽だよね。なぎ払い。変化。節約術は必要か。一文字、やりね。いいよ、もう。やり。しか覚えてねえよ。俺や、やる。だね。あ、言って覚えとく。かわいそう。最近まだは、覚えとく。これ、威力あるのかな。本当に暗殺するだけだよな。決まったわ。忘れだ。剣なんてあんまり使わねえからな。いや、美人もいいや。役に立たねえからあんまり。役の皇帝がもちろんです。コマホークとか覚えた。やべえ、捨てなきゃいけないぜ。技を捨てなきゃ。音速、音速点はいいんじゃない。で、超ムームだけにした方がいいのか。あ、そうなの？あ、たたで発動しないの？あ、そうなの？あの、防御力は？防御力は？防御力。敵のダメージ、縦発動しなくてもいいんだけど、防御力は？防御力。防御力としてつけてる感じ。縦が欲しいんじゃなくて、防御力が高いやつがつけたいだけ。遅くなるけどっていうイメージかな。これしかもうないもんな、残念だけど。二段付き。あ、そうなんだ。ね、行かなきゃいけないことがオンパレードだね。いろんなイベントをこなす前にいろいろ行かなきゃいけないことがオンパレードだね。うん、剣使いたいけど、剣、南のあれか。南のダンジョンのどこかが。氷の遺跡とかそんな感じ？え？うん、行かなきゃいけないのがたくさんの目白押しだね。うん。強い剣。うん、体験でもいいんだけど、どっちでもいいんだけどって思って、うん、ただまあゲボルの適性が剣みたいだから、まあいいかなって、体験多分乱れ、月かだけでいいんじゃないかなとかって、まあ思ったりして、うん。
あ、終わった。武器取りに行かないといけないね。いやいや大変だな、あれ。どっかで取りに行くしかない。雪の遺跡？あ、雪の遺跡。ければ。あ、スプラッシャー持ってた、スプラッシャー。あ、スプラッシャー？ああ、ああ、スプラッシャー、スプラッシャー。あれ、スプラッシャー使っていいかな？エオルム持ってない、スプラッシャー。うん、間違って分解しないようにしたいけど。スプラッシャーを使わせて、ワームスレイヤーは知らんけど、虫のあれは呼べんだったらいいかなとかと思って。一応なんか変わった能力を持ってるようなので。うん。しょうがないから、ウォームでもなんか出してくれればなとかって思いながら、全体攻撃ってくれないかなと思いながら。刀って落月なんとかって覚えなきゃいけないの、三日月刀で。うわ、三日月刀で覚えなきゃいけないの。うんうん。なのでなんとかなんとかなりましたね。問題点はガーマン覚えるだろ、これ確実に。やっぱり部下として置いといた方が良かったか。節約術巻き打ちを使いたかったな。水長剣も使うべきあんだよな、マジで刀で。アローレインしか使えない。君は。トマホーク。やべえな。槍はそうだね。槍はもうゲオルムに任す。あ、一文字次だけにしよう。巻き打ちも、豪華に使う時代もやってきたな。ここ一パンでとか、むいやー、清流の方がいいのかな。技ひらめきの技、無明剣だからのあれには、まあただまだダメなんだろうな。む清流剣ダメージって威力あるのかな。どうでもねえのかな。顔がねえなら別に。ツバメ返し自体も持ってないけど、ギリ落としとかなんだけどダメだ。ギリ落としとかなんだけどダメなんだよ。威力ってわかんない。清流剣の方があんだろうな。でも無武剣武蔵トゲ道具はしょうがね。切り落とし、レオルムに切り落としを助けるか。なんかいっぱいつけるのは。ブーム剣じゃない。レオルムは清流かな。単位払い。これも一文字使ったり、はい。秋。ああ、そうだね。ガハンバランス。豪邸はな、星は。いやー、多分ひらめくぞ、これ。この技。技ひらめきそう。頼んでないけど、ひらめきそうな。これで、あとは、術を覚えたら。え、そうなの？あ、マジなの？発動した時だけしか制御しないの、これ。
え、嘘なの？そうなの？これって架空の防御率が24なの？俺違うのつけた方がいいの？こういうのとかつけた方がまだいいんだ。あ、そうなの？え、発動時のみの適用なの？体術とかも発動しないの？え、そうなの？防御率マジマジ。え、じゃあこういうのとかでいいの？防御力的には24なの？俺防御力嘘でしょ。どうなの？防御力何を作ったらいい？何を信じたらいいの？どうしよう。結局ここまで作ったの？体術とこれが無意味なの？え、24ってことなの？やばい。それはじゃあ金ためで早く防具とかの強化も武器とかも強化しなきゃいけないな。防御力とか、あー、めまいしてきた。術ラグノリア、アースヒール、炎の壁。あー、そうなのね。その辺もちょっと考えみてるよな。防具のアースヒール、ゲオルムは風じゃないからいいんだよな。炎の壁で、あ、いや、何の役に立つかわからないよ。これにいいのかよ。これでも言葉やね。あ、これ役に立つかも。使った試しがない。使った試しがない。炎の壁。持ってないのかよ。君は持っていないのか。あ、生命の水があるからね。ライトボール、太陽、ウィンドカッター、エアス。なげえな。体験開発ね。グレイモアだかなんだかはあるな。この上のやつを作んなきゃいけない。100何十万かかっても試合して作らなきゃいけないね。そうなんだ、強いのはあると思う。いい場合は、いいんですか。億天派で使えるのかな。まさかの情報。生も。
フレーム1分も使わなくなったな。あんなに。かもしれない。自分のあれしか守んねえ。まあ、なんかそのボスが現れたで、別につけ直せばいいんだね。あてはもう明らかに、これしかつけねえがあまり見なくちゃいけない。これしかねえ。救助のためのアース。でもな、こんな奴らにストーンシャワーを覚えさせてもな、役に立たないんだろうな。はいはい、これね、いろいろこれね、秘密すぎてね。あの、俺もさ、これだけのために何時間もこのセッティングで時間かかるって、そんな笑っちゃうけど、ストーンシャワーな、こいつらが覚えてもあな。救助にストーンシャワーつけとくか。水ね、水は必要なんだよ、こいつは。こいつらこそマジで必要。はい、おやすみなさい。また明日。あ、水ないとか、ちょっとか。一応、気持ちの、この枕か。見枕。あ、そうなの？持ってんな。ゲオルムは結構持ってる。あ、そうなんだ。ゲオルムは水持ってんだ。専門家だな。まあ、いらねえな。あ、スキルは使うんじゃねえか、あれは。はい、手入れでいい。あ、すごい。こんなに。あー、で、あ、足りない足りない、元気の水、元気の水。え、生命の水を蹴ってでも、本当のピンチはどこに必要か。太陽光線、あ、太陽光線とかしたろうな。ギャラクシーを覚えて、結構ライトフォーええ、あるな。ロール、これね、天の 天のあるあれか、壁やね。もしよ、わかんねえよ。あや、わかんねえ。で、そんなに物理持ってるんだろ、こいつ。でも18巻だ。あるの。何かの役に立つかもしれない。余裕のある人は、置いときな。予備のためのボンシャワー覚えなさい。ああ、ボンシャワー覚えれんじゃん。予備のためシャワー使わないかもしれないが、万が一にボンシャワー覚えてきた。予備のためにね、本当に追い詰められた場合に格闘家と。はい、よし、行きますか。やっと魔女の、あの、行きましょう、あっちの。ようやく行けるぜ。お休みしてからにしようか。マメドのとこで休むか。何これ消えたらショック受けるんで。
よし、戦闘陣形はやってるから、よし、まず話してればなるほど、まず寝てから話しましょう。夜になってみないとな。確かにさっきは若干薄暗かったような気がする。いるんじゃないこの雰囲気。バージョンの方くらいってなんか変えんのかな。終わらないそうだけど、終わらないそうだけど、これやっぱり変わんないのかな。もう一回やってみる。元気は漂ってんだけど、若干変わったか、変わるはずなんだな。回してればよかったな。これ変わってる？これ変わってるかな？変わってないのかな。変わってないのかな。変わってるかな。こんなに時間かかったっけ。人魚イベントがスルーしてしまったら無理なのかな、人魚イベント。まあね、レーダー無理か。こういう時にはわかんないから調べねえんだね。まあでもやることあるね。忍者も行かなきゃいけねえし。陰陽師。買うんかわかんないけど、なんかイベント、あれなんかあんのかな？なんか人権があるなら別だけど。オッペリアに人権ないよね。ないと思っても、ほったらかししたね。イベントするする、なんか全然変わんねえ。あの恋なかったんだ。あったらえらい目にあった。嘘でしょっていう。あ、イベントしない、えらい目にあった。全然変わるそうもない。あ、
まらねえな、やっぱり。アジョンの祠ってみて、アジョン行ってみて。何これ。やべえぞ。おいおい、混乱してんじゃん。見てなかった。縦切り倒せないなんて。これで、どうしたら、多分、倒したからいい。早くも死んだし。早、最速くらいで死んだろう。魔女の祠で、魔女の祠。ライドは金のりさん。あれ？話聞いてみよう。何がある？なんかもう人魚はできてる扱いな。人間結び扱いになってる。え、ディスポイントを回復するってでもないのかな。うん、人魚の薬って条件あったっけ。人魚の薬の条件あったっけ。人魚結び選ぶのね。こんなに大事なんだ、これ。おうおうおう、あのイベントは無理だけど、あのイベントは無理だけど、こっちのイベントは OK なんだ。はっはっは。一応、ネレードを取れなくなったら、発狂する人たちのために、やってはくれてんだ。ありがたいわ。ファイナル、なんでワーム、ワームなんだ。ワームでワーム、ワームってくれるんだったらいいんだけど。早く水取ってんのもいいから、ダイヤモンド、ラストでも覚えた方がいいのが早い。全体攻撃を覚えた方が、水の威力もアップした方がいい。はい。はい、じゃね。はい、あ、何ですか。
そうなんだ。よかったよかった。縁結び、これで。これに。あ、これでなんか前にできる。うん。別にこれ何回戦ってもいいんでしょ。もう、200何回戦おうが、何度か戦おうが、多分ポイントとしては、サバンナとまずあそこは行かなきゃいけないな。ポイント的には、これで仲間にできる。しかも、フルパワーで戦えるぜ。もっとフルパワーで戦ってもいいな、本来。もっと技の、とんでもなくいい。これこそがね。うん。何回戦っても別にあれでしょ？もう800回超えたらもう。だからダイヤモンド出すと、あ、ダメだ。時代が変わらないと意味がないんだ。どっちにしよう。あ、いや。時代が変わらなければ意味がなかった。なんだかポイント以上か。これでもう迷いはなくなって、あとはさすがトマホークが弱すぎるっていう、てか武器が弱すぎるっていう最大の問題が出るけど、だとなったら違う武器だろうし、武器が弱すぎるっていう、めまいがするけど他のメンバーが頑張ってくれるだろう。もう頭いでいいけど、それが唯一皇帝が弱すぎるっていう。刀も使えるだろうから、体験もどうせ使えるし、もうここはホークがビビるほど弱い。悲しいよな。バイキングアクスも取り損ねた。正確に言えばあっちの海の方行っちゃったんだよな。船に乗ってカイロの方に一回行ってからまた行っちゃったら、結局、剣物の戦う羽目になったパターンだよな。戦わないで、こういった出ていけばよかったんだから。あ、詩人のファゴットは取ったからいいけど。ビビるほど、これ結構ち。そうだよな、10だよな。攻撃の方がいいと思う。もう、あぎれた。他のメンバーで、頑張ってもらう。変わりはしない。もう、一人だけ戦力になってない人がいる。さすがに、槍にしようか。もらった方がいい。本気。やばー、来た。これやばいですな。あ、でも防御力が若干上がったせいで、あれ一発ものだったからな。前の世代はあれ来た瞬間終わりだからな、ほぼほぼ。うん。瀕死状態まで追い詰められる。
ストーンシャワーとか使った方がいいなぁ、こうで。あったらもう。これとか使ってくれればなぁ。まあそうでしょう。誰が聞くのかも分かってるし。もうやばい。気温に。おお、前の世代は逃げまくっていたこの風神みたいなやつ。まあまあな。あの人違うぞ。アリダーの方にも行けるんだな、心置きなく。そしてあ、いいのか、ぶっちゃけ人魚ムースリのイベントとしては一応もうなったから。あ、でもな、ね、レイドはいつでもいいのか、別にハバンダ行かなくても彼にまあ行くけど、やばい、これはやばい、やばい、絶対絶命。もう危ないぜ。誰に決まるのかわかんないよな、この技。いやー、これ決まんねえんだ一切。いやー、もう意味ないと思うけど。じゃあさ、ちょっと引き出して。今だねえか。いくら格闘家といえど。レベルだろうな、もうこれ。話、これはもうしょうがない。一人ハンデがいる。おーね。よし。まさかの格闘家がストーンシャワー使うさ。まさか。ライトボールの方がいいのか。大丈夫、せいかな、ストーンシャワー。こいつ言ってよかった、土の術。格闘家も役に立った。光、黄色いやつは光強いのだよ。
あぶねえ。ドラマチック。ドラマチック。ああ、スライム系めんどくせえな。やっぱり。魔法くらい弱すぎて飽きない。槍が17か。槍だけ各段に弱いメンバー。最後のラストバトル。出ていく。やばい。そう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 。昨日レベルが低いから、もうちょっとレベル上げしていいと思うんだよね。あ、いざとなったら逃げるし、これやばいと思ったら。もうちょっとレベル上げていかないと敵が強すぎるんだろうね、今の現状だと。合ってないって言えば。この人は効かないし、逃げよう、いった。いいわ、この敵は。スライム系は。とね、ゴールデンバーム何が弱点なんだこれ一体。2体はきついな。ただの戦い。いやもうやった俺よ。もう普通にやるな。やばくなったら逃げよう。こっちもライトくらった。やばくなったね。まだ大丈夫。やめよう。あぶねえ、タイプだな、でが。よかった、こういうのいいの。こういうのいいなら助かる。技の威力のなさっていうか。
武道館回復した方がまだいい。何風も上げよう。二つ一気に上げたい。ちょうど火と土を上げたい。できたら土が上がれば嬉しい。もう土は今まあ最高レベル覚えてるからだな。あ、ちょうど火の術が当たるようなもんだし嬉しいで。粘ってよかった。うん、アルピオン先生参りが怖い。アルピオン、ああ、あの参りが怖い。雨ずり寄ったってか、一応寝れ度を取れないことはないような救済策は取ってんのね。エレイドファンがいるかもしれないからね。うん。死骸と死骸いたらなんか、水の中にいたような気がすんな。エレイドって。うん。遠くに行かなくても集められるようになったら、うん。エレイドってなんか使った気はしないんだよな、あんまり。でも、回復薬だからな。銀河湖ってメール砂漠の上か。まあいいや、どうせ私こういう弱そうなんだ。ああ、うん、行ってみる。うん、そこで訓練した方がいいねこれ。まあ今はね、今はまあ忍者に向かうための、とりあえず忍者が先だね。こういうふうな仲間の方が先で、あ、パンチ技ってもうないよな。まあいいや。音速拳だけど覚えんのかって話。何笑いしなければ。攻撃当てる。風も覚えよう。一つ。技覚えねえ。技適正ないのかい本当に。武装小戦団だよ。ああ。なんだよこれ。ええじゃん。ストップ。ああ、ここ、あれか。パワーが半分になってんだ、ここ。抜けよう、抜けよう、抜けよう、抜けよう。ちょ、待て。これ、本当に、やばいぞ。こんな状態で戦って、戦ってきてはない。もっと弱い敵を戦わないじゃん。いや、ほんと。結局、後で、後悔するぞ、俺が。今は何だろう、いいんだから逃げてもいい。ああ。こいつらを舐めてるとやばいだろ。おい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 。けどさ、セーブどこでしたセーブしたよな。取りたい、これ、ここに。ちょっと待って。セーブして戻る。セッティングするのがめんどくさい。アルタラガードギネはあれの、
あれを覚えていかないんじゃない。いや、セーブしてたよ。マジで。敵のセーブしてたよ。それをこれ残しといて、魔女の方ならどの辺かな。戦う前かな。でもセッティングがめんどくせえ。もうこれいい。戦、やっぱりこれ。戦う前なんでしょこれ。でもセッティングめんどくせえな。時間を返してくれって感じが。いや、いいよ。もう。やるよ、もう。戦うのが。ダメだったらガマから行こう。おとなしく、ガマから。レベル上がってないか。上がらねえんだ。あ、オートセーブだ。あ、そっかそっか。セーブにしよう。セーブあるんだ。え？セーブしちゃったから、オートセーブこっちなのか。セーブしなきゃよかったね。焦っちゃったね。やらかしちゃった。まあいいや、もう手戦おう。これ戦おう。戦おう。これでいい。なんか、一発目、全部やるのしんどいね。もうスライムはなしで。スライムなしで。スライムはなしでしょ。心置きなくスライムはスルーにしよう。スライムスルーの方向と全開で見ることに。さすがにまだセッティングするのがすげえめんどくさいことがあって。あれがちょっとレベル1でも上がってたらなぁ。はい、だけど。何も。今度はセーブしないでオートセーブすればいいんだ。そうすれば死んだところから始まるんだ。よし、勉強になったわ。砂漠は強くなったら危険だな。ちょっと弱い時は1体だけなんか出てきて、それでなんか結構いいイメージ持ってたけど、こんな感じになるのね。あれ食らったら終わるわ。おたまりもないわ。敵の戦力の武道館が。ドライムはなしで。ああ、そうかそうか。うん、忍者でも仲間にしますか。うん、しますか。あ、忍者でも仲間にしますか。とりあえず、ここのとこだけは、倒せるとこだけ倒して、忍者仲間にしましょう。回数が多ければもう、ちょっと多分、必要最低限だけ戦って、行かないと厳しいかもね。このメンバーで行こう。忍者仲間にしてからでも。陣形はあんのかな？え、陰陽師とか陣形あんのかな？忍者とか。陰の技つっても、研究所がなければどうやって覚えるんだろう？技を。ああ、そうなんだ。素早さ低いんだ。ああ。
うん、確かに確かに、あの愛術を鍛えたいから使ってるのであって、うん、他を使いたいわけじゃないからね。うん、なるほどね。まだポイントが少ないの、めまいするね。ここを補うために忍者なるものがいるのか。とりあえずね、この辺系はここだけでも戦って、あとはそっちの塔はここで逃げましょう。必要なとこだけやりましょう。ここはスライム以外は戦いましょう。さすがにちょっと戦ってから、あとはちゃんとコンパクト言わらないで。トーン車はまあ終わりましょう。オブテギもいいんで、これ終わったら行きましょう。いやいや、逃げようと思った。あ、やりますか。嫌な予感しかしないぞこれ。あ、おっと、セーブがある、今度。いやー、威力がね。あー、そういうことか。だからか。確かに。うん、皇帝にした方がいいのかもね。こいつ皇帝の方がいいかもね、もしかして。他のメンバーの方が。確かに。なんかもったいない感はあるんだよね。わかるわかる。